これ手に入れたんよな。そうなんです、ね、これ透け感のあるシャツ今もだいぶ、そうですね、いいですもんね。変わると思います。ゴアテックスのスイード、そう、スイードなんですよ。 Wash my TV, Tupac was my MC. You're my comic Monday, something that you can't say. エディフィスさん企画の、対談が終わりました。やったお二方にもいろいろ話聞きたいなと思いまして、ちょっと居残りしていただきまして、いろんな話聞いていきたいんですけども、はい、まず、このプラス81の、オーナー、一応ディレクターというディレクターとバイヤーというバイヤー、はい、そして、YouTuber でもあります、はい、高島さんです。高島です。こんにちは。こんにちは。いやー、ちょっと五本木でセールスショップを構えて、はい、若干29歳で、はい、たまらないですねほんまに。そして、タカさん、こんにちは。はじめまして。一応個人的にも YouTube やってて、はい、まあ、ファッションに勝ることとか、はい、そこから派生して、はい、いろいろやってたりはしてます。まずですね、高島さん、はいはい、これ手に入れたんよな。そうなんですよ、これ、はい、すいません、そう、すいません、すいません、はい、これね、欲しかったな。吉井さんと2人で話してましたよ。そう、羨ましい。これかっこいいですよね。かっこいいです。2002ね、のプロテクションパックっていう、そう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 、はい、記憶になっていて、まあ、でも裏は本水牛のボタン使ってる。本水牛ハンコやん。そうですよ。でも袖はメタルボタンっていう、ちょっと気を使った。こんな黒と黄色のコントラスト、もう昼の五本木って感じよねめちゃくちゃ透け感のあるシャツ、中インしてんのよ、はい、それも洒落てるよね。このシャツはどこのですか？これマーティアンドサンズって日本のブランドなんですけど、はい、去年一昨年くらいから、うん、結構気になってたブランドで、はい、でデビューコレクションぐらいから買ってたんですけど、はい、で今期の SS のシャツです。うーん、一応これウールになってて、はい、なんかちょっとレイヨンっぽかったりするんですけど、実はウール 100% で、狂念っていって、はい、こう糸を強くこういう風に寄ってて、でなんか不思議な質感というかなってます。なんかやっぱこの透けの時にタトゥーが透けてるじゃないですか。あ、それも洒落てるよね。なんか こんなかっけーなー、こんな感じです。これはいい、マイキータとマルジラのコラボのやつです。これだ。偶然にもっていうか後々知ったんですけど、うん、キングヌーの常田大輝さんも同じモデルかけてて、なんか自分が真似したみたいなって結構恥ずかしいんですよ。真似されたんですの？いや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 完全に後の情報でした、それ真似したんじゃん真似されたんすよ。真似してないです今日はこれですよ。そうですね、紹介してなかった、うん、これ今回これが発売されるということで、はい、10月の8日に8日、はい、これね、なんか通販みたいになってますけど、こういうセットアップであんま僕仕事以外で着ないんですけど、うん、めちゃくちゃいいよ、マジでバカみたいに簡単やから、これもう全部これでええもん今後の服なんでこれにせえへん、こんなめっちゃほら、こんな楽なことある？すぐつくからって外れやすいわけじゃないですよね。違うんですよ、ちょっと一回こうせなあかん。ポケットもいいし、ポケットめっちゃいいっすよ、でかいし、でコーデュラなんよね。そうです、弾くんですよね。弾きます。でセットアップでだいたい7万ちょい、上下で、そう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 、こんだけこだわってて、これはまあいいお買い物よ。エディビスさんで買いますし、ここでも買えるんですか？ここでも買えるようにする予定です。最高。はい、ちょっとパンサーの小笠さんの動画、はいはい、ちょっと軽く流してください。いや、聞きたいんだよね、だから今何どんな感じでいいかなとか。あ、じゃあこうしましょう、この視聴者さんの中で小笠さんのこのブランドいいんじゃないかなとか、ここら辺で買うのはいいんじゃないかなっていうのを、あ、教えてほしいわ。募集しましょう、コメント欄にダイワがおすすめだよみたいな、バーって書いてて、
あるんすよね。あるんですよ。そうなんですよ。ちょっとも紹介していきましょう。なんかね、アウターとか、はい、アウトドア系でテック系が好きって言ってて、はい、でデザイン性もあるってなったら今もうだいぶ、そうですね、いけですもんね。変わると思います。まず今回のラインナップがここで、まあ、最終のデリバリーなんですよ、はい、まあ、多分一番目玉な商品が最終のデリバリー、最終、はい、大目玉、一番やっぱ人気なのはこのダウンとダウンベスト。やっぱそうですよね、はい、素材にゴアテックスインフィニウムっていう、まあ、機能素材使ってて、はい、やっぱりサイズ感とかも本当今みんな欲しいサイズ感というかシルエット感っていうのがすごい受けてて、うん、まあ、問い合わせもやっぱすごいです。多いですか。多いです。やっぱそうですよね。本当に多いです。でなんかゴアテックスとかで、はい、結構すんのかなって思ったら、はい、もう死ぬほど高いってわけじゃないよね。そうなんですよ。やっぱ値段が安いってところも一つポイントかもしれないですね、うん、これ46,000円で、別にでも10年ぐらい来たら4,600円ですもんね、はい、言ったらって考えたらめちゃくちゃ安いですよ。だって10年近年か。こういう色鉱物なんですよ。すごい高橋さん鉱物っぽいですもんね。おお軽っ。あ、洒落てるわ。いいですね。いい。着やすいですね。着やすいですよね。軽いんですよ、すごく。なんかボリュームもっとあるかなと思ったら、うんうん、意外とそうでもないですね、うん、そうですね、うん、もっと膨れるかと思ったんですけど、うん、いいな。着やすくて、うん、はい、裏返ってるな。あとフードが結構大きめなので、うん、大きい、はい、これロンティ一発でいけんちゃう。あ、確かに、ね、T シャツとかに全然いけますね、うん、で、この内ポケね、内ポケ。そうですね、基本的にはもう内側にもポケットは、うん、かなり充実してるので。あ、両方あるんですね。これだ、はい、うわー、だってこれ10万1000円ねんだよ。8万3000円やで。あ、安い。安いっすよね。ことは10年来て。だから10年来て、で8300円で、で10年以上着れるから、こんなの。だから15年以上、だから服なんか10年以上着たらもうタダやから、うん、もうタダやん、こんなの。めちゃくちゃおしゃれ。さん似合ってます。ありがとうございます。絶妙にちょっと拾ってたりとかしますね、なんか。うん、色が。そうですね、うんうん、いい感じの色合いですよね、これで、こっちがゴアテックスじゃない、じゃないんですよ、これポリエステルで。え、これ全部インラインですか。インラインです。へぇ、はい、なんですけど、こっちはフード付きのダウンベストなんです。なるほど、はい、こっちは付いてないんですけど、あ、まあ、取り外しもできるっていうところで。うわ、なるほど。こっちも結構やっぱネック高いですね、うん、そうなんですよ、フードにボリュームがあるので、うん、外すと、あ、いいな、あ、いいな、いい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 、うん、あ、かっこいい、かっこいいわ、かっこいい、さすが、うん、フードあってもいいっすね。いいですよね、全然ある。外してもいいですね。え、高島さんで身長どれぐらいですか。168cm で、M でこの感じやから、ね、ほとんどの人175ぐらいまではもう M でいいっすね。何、うん、ですか、ね、これでゴアテックスの今回の新型です。え、ツイード。そう、ツイードなんですよ。あ、これでゴアテックスなんですか。聞いたことない。ちょっと大きいかもしれないですよね。あ、そうですね、はい、ちょっと大きい。僕の丈やったらちょっと大きいですけど、うん、もうちょい重いイメージありましたけど、うん、これも内側のポケットも充実してるので、うん、あ、うまい。あ、はい、あ、いいですね、うん、いい。こっちもあるよ。これはいいですね。あ、かっこいい、うん、一応ダウンジャケットとトモジなので、うん、セットアップでも一応着れる。なるほど、はい、うわ、めっちゃいい。めっちゃいいわ。かっけー。似合う。星なるわ。鏡見ていいですか。いや、見たくなるんだよ。見たかったよ。さっきも見れてなかったんで。あ、いいっすね。かっけー。え、高橋さん何センチですか。はい、僕73です。あ、73で、はい、で、M かな。これは M かな。はい、やっぱこれ大事ですね。大事ですね。なるほど。やっぱ上からもいけるけど、横からも、横からもこう、こう入れたいですもんね。全部届いてる。いや、だこれはもう、はい、まあ一応オーガスさんのためにやりましたけど、はい、もうここはこの店でこれを紹介する必要はなかったかもしれないです。もう売れちゃうし。売れちゃいそうですね。うんうん、え、一日で売れちゃいます？一日でやっぱなくなることあります、全然。まああとはですね、よく紹介する MSU。そうですね、もうすぐなくなっちゃって、まあ、あんまりないんですけど。かっこいい。せっかくなんでこれ見てもらいたいですか。何、で今回、あ、何これ、プラス81 の、うん、あの今月で1周年迎えるんですよ、うん、オンラインが相手から。
で、その記念に特別に作っていただいた、このシャツありますよね。あ、そう、シャツとかパンツがあって、ね、そうそう、あ、なるほど、あ、俺が欲しい言ってたやつやん、はい、それのサコッシュを今回特別に、特別形から別注してもらって作っていただきます。めっちゃいいじゃんえ、めっちゃいいよ。こちらお値段、お値段なんと16,000円。え、おお、マジで、はい、2タックス、タックスやろでも17,600円ですもんね。いや、これね、17,600円激安よ。だって、ね、こんなことってあれですけど、数作ってないでしょ。そうなんです、あんまりないん で、 絶対そうっすよ、ね、でこの生地使って、はい、で多分あのパンツ、あのシャツ欲しいけど、私小物だったらいけるかもの人絶対いると思うんですよ、ね、間違いないですね、高島さん、はい、いい店だありがとうございます。いい店だ、ほんと。高島さん、はい、そして高橋さん、はい、また別の企画でもちょっとおしゃべりしたいなって思ってます。ぜひぜひぜひ。ちょっとオープンの時間もありますし、はい、ちょっと この後のね予定もありますから、ちょっと短くなっちゃいましたけども、ほんと渡辺さん、ありがとうございました。まず今回よろしくお願いします。やめん渡辺さんあ、もう一回やめろって今日ね、初対面なんですけども渡辺さんがこういうね、言ったら機会を作っていただいて、そうですね、今後、高島さん、高橋さんとちょっとあのしっかり LINE 交換して、はい、あ、ぜひ今後またちょっとお力借りれたりしたらいいなと思います。で、消費者をずっとやられた人が店ですので、まあ、 あの入りづらい、ちょっとおしゃれな店入りづらいなっていう方も多分話しやすくしてくれてると思いますので、はい、祐天寺から徒歩6分7分ぐらいです、はい、概要欄に地図も貼ってますので、もしよかったら、遊びに来てはいかがでしょうか。ということで、はい、お二方、今日はありがとうございました。ありがとうございました。というわけで、ご視聴ありがとうございました。まあ、祐天寺から徒歩6分7分なんですけど、この道路沿いまっすぐ来ていただいて、まあ、スーパーとかもありますけども、もうひときわおしゃれなお店がございます。プラス81でございます。もしよかったら、来てみてはいかがでしょうか。